はいどうも YouTube で大工で検索すると新しいカテゴリーポンコツ大工ができました。職人ポンコツ番長おはようございます。おめでとう。やった。はい、私大工の見習いでもトップ表示いただいておりますが、なんとポンコツ大工として YouTube さんが新しい僕専用のカテゴリーを作ってくださりました。ありがとう。YouTube には好かれてます。すいません。ということで、今日はですね、この天井時を一人で簡単にやっていく方法を、手順をですね、お話ししながら、今日はちゃんと作業動画ですので、ぜひ、最後までご視聴いただいてください。それでは早速、天井の方に、行ってみよう。はいよー、さあ、天井下に、まずね、一人なんですよ、僕。材料を上げるのも一人。こういう設計も一人、なんせ一人は登ったり降りたりを最小限にしないとですね、もう本当に心が折れちゃいます。ね。それでね、僕がやってる簡単に工事する方法ですね。それはですね、ここにね、仮に寸差打ってるんですよ。これ何のためかっていうと、ここに材料を溜めて並べれるようにわざとしてます。それでね、新築じゃないんで、この奥にあるこの寸差ですね、は基準が定かでないんですよね。同じ寸法じゃないです。この下に打ってる下地は同じ寸法で取ってるんですけど、上は家が傾いてるんで、それはできないんですよ。それで一番初めにめちゃくちゃ大事なことは、金ですね。ここが90度、ちゃんと出てるかっていうのを、まあもちろん下で出てるんで、レーザーでやってますから、レーザーが壊れてない限りは出てるんですけど、まあそれの確認ですね、をすると。それで、ここの寸法は2720から50ぐらいの間で、向こうに広がっていってるんですよ。なので、一本一本長さが必ず違います。なので、上で丸のこを用意してね、それで寸法を取りながら切って固定していくっていうやり方を今回は取ります。それで、大事なこと。今はね、僕ボードの上に乗ってるんですけど、実はこのボードを仮置きするときにですね、全部計算して置いてるんですよ。この作業の間隔がまたげたりとかね、高さとか、ちょうどここで仕事がしやすい高さのボードの高さに、脚立を立てなくてもいいような状態でボードを置いてるんです。もちろんそれの発注かけてるのも、で、その高さを読んでですね、やってるんですよ。それが、まあ効率が一人だからね、いい方法でやってると。そういうことです。それではね、今、まずここに、下にもう切って置いてあるんですけど、2760で。それを、ちょっとここに並べてみたいと。それで説明しながら作業に当たりたいと思います。はい、それでは、今からね、上で加工しながらやっていきたいと。それで、実は、さっき説明しなかったんですけど、この今、35×35 の、寸3ですね。これ、上に行く分の全部2段で、天井はちょっとこういう風に、下地をする方がですね、クロスが張った時に、まあそのクロスの縦目が分かりにくいということでですね、まあ2ミリとか3ミリとか、ちょっと上げて、下地をするのが、まあ僕の中の普通です。今これも鉛筆で全部印してあるんですよ。それで、今、後ろの仮置きしたところに乗っかかってる状態。それをどうするかというと、今一番見やすいところで、これジョイントのところですね、ダブルのところ。前回は1820で魔物ばっかりで貼っていったんですけど、この現場はですね、一度、まあテレコって言って、900等で貼ったら、次の列、ここは3列と、約も半端ですね、2800ぐらいあるんで、最後変な卒になるので、割ったものを始めと終わりに入れて、変な短いのを入れないようにします。で、その余った素材は違うところで使うと。次の部屋の一番最初のスタートとかね。そういうのでやっていくというやり方です。なので、900等のところは毎回ダブルで、下地を入れていくということになります。それで僕のやり方は、まず、後ろを寸差に当てると。当てると、まあ、ここの寸法が、で、ここで印すると。で、これよりも、1ミリ長く切ります。ついてしまうと天井じゃめちゃやりにくいんですよ。あとは勝ち込んで、今、この裏に、これ見えてますかね。これは、もう向こうの1本決めてますんで、ここに4メーターものを3本、入れてます。それはこの天井時をした後に、通りを出すための下地材ですね。それを3尺ピッチで入れていくと。それで、最後は吊り木をして吊るっていうのがやり方です。それでは、まず上で切って、鉄砲で固定してみたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、それでは切っていきたいと思います。で、今ここに3尺置いてるんですけど、ここれは丸のこを置く用の台ですね。それで、まあこういうやり方はカメラの都合で今一回下を下ろしましたけど、まあ体の向きが逆になってしまうんで、こっち側から切りたいと思います。で、まあ定規も持ってきてますけど、もうすでにこれは金が出てないので、定規なしでまっすぐ切りたいと。で、1ミリ長く切ります。それで、上下確認を間違えないようにね。これで今、右と左が突っ張ってる状態ですね。それで、叩いて。で、ここが900等のところなんでダブルになります。なので、こっちから2発打ちます。で、この時に鉄砲の勢いでこっちに寄ってもいいようにやってます。で、最後、こっちばっかりボードの届くところまで行ったら、今度逆側やるっていう感じですね。今ね、ここの上に下に流してしまってるんで、ちょっと上にハセモン入れて、一旦持ち上げやすいような高さに調整したいと思います。一旦動画止めます。はい、それでは2本目端の方ですね、墨付けたいと思います。で、ここで、今もう向こうに、で、向こうも落ちてこないように仕込みしました。それでこれ収支すると。で、こういう時に、もう次のやつもやってしまいます。ここのカメラに映ってないところのもやに当たっちゃって、ちょっと形ずらさないといけないんで、こっち側行きたいと思います。それで、この時に番手とかがわからなくなって、なんかいっぺんに切りたいと思う時でしたら、もう左から順番に番数を書いていくと。そうしないと、長さが違うんで分からなくなっちゃいます。で、ここまでが1回目のボードの下で届くところなんですよ。カメラの尺があるんで、切り方は一緒なんですよね。1回下ろして切ると。で、この後、全部やりながら間でですね、まあ、釣り木をしないといけない場所が来ますので、そこまで少し動画を飛ばしたいと思います。行ってみよう！はい、どうも！この店長！三尺ピッチで、ダブルで、ここダブルですね。ダブルでやっていって、天井で一部屋終わりました。明日の投稿で、ちょっとね、新しいスタイルで、多分ね、疑惑で、あいつは本当に一人でやってるのかと、多分思われてる方が結構いると思うんですよ。ね、動画の尺が、これの都合でね、お金かけたら何ぼでも作れるんですけど、何も借金用なんで、そこは早送りで、作業をお見せしてみたいと。そういう動画をこれからたまにね、ちょいちょい上げていこうと思います。その方がリアルなね、あいつどんくさいなとか、あいつ効率いいなとか、いろいろまたご意見がいただけて、私もですね、何も、大工半年しか見習いやってませんから、わかりません。ほとんど独学なので、皆様と違う動きをしてる可能性が大いにあると。そこはですね、いつもね、アドバイスくださる方いてるんですよ。その親切な方がまた、ツッコミを入れてくれるのかなと、期待しております。間違ってるところは、ガンガン、こうした方がいいよと、教えてくださいませ。お願いします。何も素人なものですいませんね。DIY 大工って言われてますから、すいません。ただね、いいこともあるんです。で、ポンコツ大工って YouTube で上がる人間ですから、すいませんね。ポンコツ大工です。すいません。YouTube もセンスあるね。それで、この後ね、隣の部屋を、天井をやるとですね、レーザーを上げてですね、この天井を上で、この釣り木ですね、どういう風に釣るかというと、今回はですね、上のもやから、こう取ってですね、ここで、中に入れてる下地をレーザーで見て、ここで釣って固定していきたいと。それを全部のもやでね、引っ張って上からこの釣り木で支えていくと。そういうやり方でございます。それは後日ね、機会があれば上げてみたいと。ただね、これあんまり興味ない。これだけの動画上げても、視聴者の皆様方喜ばないと思いますので、明日はね、スーパー早送りで、ぜひお楽しみください。ちゃんとね、本当に作業やってるんです、僕。一人で。それで、明日ぐらいでね、デッキ屋さんがね、明日やっと昼に延長に来てくれると。金額は現場来ても来なかった。実際日本一安くてもう大体決まってるんです。僕の中では、それをこれで決めると。まだまだ仕事はありますから、そこは交渉のプロなんで、ただね、まあまあ今回でかいんで、それなりに覚悟してます。はい。それではね、明日はそういう動画あげますので、今日はね、この釣りにはできないんで、まとめてやっていきたいと思います。いつも長い動画ご視聴本当にありがとうございます。そして、YouTube ポンコツ大工デビュー、新しくまたカテゴリーできたので、まあ、視聴者の皆様に本当に感謝でございます。ということで、今日はこの辺で、また明日バイバイ。すいませんご指摘される前に、先にお伝えしておきます。忘れてました、言うの。この上に、断熱で入れるかどうかは、何回も今交渉して提案してるんですが、あと決めるのはおせつさんなんで、そこはおせつさんの判断で、その辺はご了承ください。入れたとしても、断熱入れる動画とかいらないでしょ。ということで、それではいつもご視聴どうもありがとう。おおきに。じゃあね。バイバイ。